はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15チャプター15おまけパートまたやっていこう。今回は、前回と同様に、脅威シリーズ倒していこう。ここね、グレイシャー洞窟だっけな。以前、ファントムソード取りに来た洞窟だ。めっちゃ寒そうな洞窟だったはずなんだけど。まあ、じゃあ、とりあえず、ちゃちゃっとこの洞窟の、まずは、閉ざされた扉のところまで、ライトつけよう。行くか。よし。さあ、ここまで来て、で、こっちだ。こっちに扉が。あった。これだな、扉って。オープン。なんか前回の扉のところらへんでもなんかモンスターの変な鳴き声したんだけど、ここでもしてんな。あー、で今回シルベが、最寄りのシルベがなかったから食事してないんだけど、まあいけるか。多分中に、シルベ一つぐらいあると思うんだけど。あー、でそうだ、大事なことを一つ。ブレーカーが落ちたことによってデータが消えてた、その、源氏のコテがゲットできていなかった状態だったんだけど、あの、プティオス遺跡攻略した後、また前回の動画からね、あそこの遺跡プレイし直して、源氏のコテをね、なんとかゲットしたんで、今、ノクトはリボンと源氏のコテ、そして、あれだ、あの、カンナギ就任記念効果がたくさん集まったから、物々交換でリボンもう一つゲットしたから、ギャザリングが使えるイグニスにリボンつけて状態異常遮断。こんな感じになってます。さて、用心棒がいる。用心棒を倒しちゃおう。正面突破。後ろは任せる。ああ、強い。受けてみろ。いや、こっちだよ。ガードパリー。終わり、終わりか。さっさと先に行こうぜ。ああ、これもしかしてだけど、すべて扉の先のダンジョンの形状って同じなのか。これ塹壕跡もこんな形だったし、ボムっぽい。テルミット、さて分裂する前に倒したい。よし、いい感じだ。当然アイポーション。さあ、どんどん下に行こう。スケルトン、このもう、こういうモンスターって以前会ったことあったっけな。めった切りして、こいつも。おい、行こうよ。ああ、もう経験値をなんか別のものに還元できたらいいんだけど。さあ、さらに下、多分またどっかで分岐してんだろうな。さあ、スケルトン、結局黒ずきんは装備から外したから、ガードは手動が一番だ。とどめかな、遅れるなよ。オッケー。ブラックベルト、ブラックベルトってなんだ。あ、グラディオ。あー、巨大な敵と戦うとき攻撃力が大幅にアップする。巨大な敵ってのはどの程度なものを言うのか分かんないけど、
まあ大半のボスってでかいやつだし、程度は分かんないけど、つけるか。じゃあブラックベルト OK。 うん、さあ分岐はしてない。倒そう。パリ、魔法を使うことではないな。パリ、さあでっかくなってる。痛い。無事に済んだな。よし、さあどんどん下へ。前回も結構深さあったか。さあボムボム、パリー、さあもう一丁パリーができない。レベルの低かった頃はこのボム系統の敵に結構苦しまされて分裂するから。ただこれ分裂はしないのか、このテルミットっていうのは。オッケー。さあ用心棒いた。用心棒を切り裂く。痛い。バードパリー。オッケー。全員無事だな。先行こうぜ。さーて下。お、シルベあった。前回もシルベがあって、そのシルベからその下がなんだろう、分岐してるエリアだったっけな。で今双剣ゲットしたな。お、強い強いけど耐性が結構下がるな。ここはイグニスに渡してキャンプしよう。え、本当にここで寝るの？仕方ねえだろ。絶対こんなとこで寝たくはないけど、しかもこれあの寒い洞窟の仮装なんだから死ぬだろこんなところにいたら。さて、地味にまたメニューがね増えたりしてるんだけど、この辺見落としメニューなんだろうな。何食おう。いまいち材料がないんだけど、いろんなもの食うか。これうまそう。よし、マジでこんなとこにテント張ったんだな今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。こっちか。よし、精神っていうパラメーターはアップしたら何が変わるのか今のところよく知らないんだけど、テルミットがいる。やろう。あ、やはり、ほんとごめん。よし、食事によって経験値じゃない HP が1000アップしてんのか今。さあ来た、これ分岐エリアだ。受けてみろ。さて3つ入り口があるから左から行こう。お、クワールは強いぞ。
通に戦うか。なんか指示ある？適当に頼む。クワールってレベル低くてもなかなか強いんだよな。うわ、マジで強い。イグリス、じゃあな、任せろ。あ、強い。やれそうじゃない？かわして。イグニスのゲージを貯めて、仕切り直しだ。さあウィークだからチャンス。おお強い。よしよしよし。オッケー、無事だな。はいはい、行くぞ。過去にね、元はエンジンブレードだったこの、今はアルテマブレードになってるけど、この武器を強化する過程で今のクアールの素材が必要になったことがあって、めちゃめちゃ苦しまされたね。クアール強くて強くて、あーまたいる。あ、待ってもそうだもんね。ファントムソード使ったからってめっちゃ減るわけじゃないんだな。準備はいいな。よし。あ、ちょっと下蹴りはちょっと。ファントムリンクもね、なんかいろいろ技がいつの間にか増えてんだけど、もったいなかったかな。で、これ外れか。戻ろう。さあ、ここが外れだったから、今度は、真ん中。またクワールいたらちょっときついな。薬はなるべく温存したいんだけど。あ、クワールの尻尾が見えたもんね、今。あれ。頑張りますか。あ、毒もらってんな。一瞬で終わっちまいそうだ。大丈夫。よし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 。これで決めよう。見直したね。オッケー。よし、完璧。一気に畳みかけて双剣で切りまくればいける。これ外れっぽいな。あ、痛い。 OKOK、 パターンにはまってる。めっちゃパターンにはまってる。クワール、よし。3分の1が当てられなかった。3分の1が当てられなかったからラスト右の部屋行こう。ドシンドシン聞こえるんだけど、クワールだな。ね、クワール攻撃力は強いけど転びやすいから転ばせたい。ウィーク状態になってくれ。よし、終わったな。余裕って感じ。よし、これであと分岐した部屋があと2つぐらい。やべえな。ファントムソードだ。リンク。
あ、イグニス。さあ、ギャグかましていられる余裕はないぐらいこいつは結構強いんだけど。あ、光ってる光ってる。当てさせんだ。よし。俺もちょっとは腕が上がったかな。悪くなかったぜ。あ、いや、やっぱそんなことないかな。さあこっちから来たからもう一回左から。さっき当たり右だったからね。左ですとかないか。あ、クワール。クワールはとにかく攻撃される隙を与えなければいいわけだが。だからグラディをどんどん攻撃して。よし、無事に済んだ。さてどっちから来たっけ。こっちか。ハズレ臭い。でもアイテムは回収しとこう。よしよし、バックアタック。あー、まずい。イグニスが危ない。イグニス、まだまだ働け。すまな。つえポーション。休んでる。あ、プロンプトダウン。あ、間違った。魔法を使ってしまった。しんど。無事で何よりだ。さあ左は外れでした。どっち行こう。右と真ん前。右行くか。右行こう。これで外れたらもうやだ。またこの一行たちのこのいろんな会話シリーズ、聞いたことないやつたくさん。あ、外れじゃねえかここも。くそ。また3分の1で外した。頑張りますか。よしよし、ここも外れ。クワールによってもう HP がどんどん削られていく。ってことだから結局真ん前が当たり。もしかして当たりの扉入り口ってこんな音鳴るのか。独特の。そういうことじゃないよな。テルミットがでかくなってるだけだよな。倒そう。あ、これ爆発しそう。イグニス。やばそうだ。ファントムソードだ。あとプロンプトダウン。わあ、ボム多すぎ。よしよし、あった。でプロンプト生き返った。いや何言ってんだよ、倒れたろ。苦戦したからな。
最終戦闘を前にラストエリクサー飲ませるのがいいかな。お？バジリスク。やるぞ。でかい鳥。パリギリギリガード。あーでもクワルノが強いな。まだ痛い。さあさらに下、ここまだ分岐あったっけな。クワールだ。あれ、攻撃させて。痛い。なかなか倒れてくんないな。よし倒れた。容赦はしない。叩け叩け。さあそろそろ親玉いるしょ。え、またシルベ。よし着いた。これもしかしてプラチナインゴット、どん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 あれか増えていくのか。この階層がクエストレベル上がるごとに。キャンプしていくか。ちょちゃちゃっとキャンプしちゃおう。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。よし行くぞ。よし行くか。行こう。まだこれが半分なのかもしれないし、どんぐらいあるんだ。あとドンキはしてないけど、スケルトン結構このファントムソード使えるゲージが溜まるの早いな。オッケー。先を急ごう。さあボス前のシルベだったのかどうか。再びスケルトンたくさんいる。でよ、魔法使うか。ここ寒いからファイラ。この辺でファイラ。よし。暗くてナイフが投げにくいな。なんとかなんねえのかこの暗さ。さて、さあ仮装仮装。おっと、分岐部屋だこれ。また分岐部屋だ。これどんどんこってりしてくんだろうな。クエストごとにテルミと倒さないと。本気で行く。これくらいなら大丈夫そうだ。ああだな。さて右前だったから今度こそ左だと信じたい。この洞窟でシルベが2つあったってことは、次の洞窟はシルベ3つか。もしかしてテルミットコンダクター。スペシャルだ。メガネ無事か。心配。やれはできるじゃねえか。
あ、コンダクターいいね。無事か？ノクトは？それなり。さあ、塗料だけがどんどん手に入るな。手に入りすぎでしょ。お？やろ。来た、当たりだ。ああ、これ。ボスだ。剣豪。まずファイヤー。おお、なんだこいつは。用心棒並みに強いやつのか。あ、ああ、ちょっとぶっすりいったけど今。エリクサ、視界が悪いと果てにくいんだよ。71レベルか。あ、強い。誰だ。ハリー、よし、ファントムソード行こう。あ、まだ行けない、まずい。あ、ファイヤーかわされた。ファントムソード、やっぱこれが一番だ。よし、早めにファントムリンクの体勢に入りたい。あー、来ない、ダメだ。よし、ウィーク。で、体力1だ、ノクト。これでやっと半分か。パリー、おっと、連打。あと少しだ。あ、ノクト体力1で頑張っております。ハリー、さて、グラディオ。グラ、あー、フェニックスのグラディオ行け。よし、防御力が下がってる相手の。ハリー、待って、プロンプトダウン。これフェニックスのを買い足さないとな。ありがとう。ハリー、終わりか。よし、オッケー。おう、お、エクゼキューショナー。いい流れだ。俺らってさ、キングスナイトみたいじゃない。はぁ、4人で一緒に戦うじゃん。じゃあ俺は星5の強さだな。キングスナイトはまあいいんだけど、じゃあ、最下層で多分プロンプト武器だ。あー、いや、ハイパーマグナムでいいか、とりあえずは。せっかくだし、つけるか。よし、戻ろう。わお。あ、しん。朝や。さあ、結構深かったけど、なんとか攻略して、もしかしたらその洞窟の深さ次第では、一つのクエストにつき動画が2パートになってしまう恐れが出てきてしまった。まあ、ともかくここは、クリアしたので、じゃあ再度アイテムとか確認して、じゃあ次回はポッシュ、これは動画外で見つけたダンジョンかな。次回はじゃあここ行こう。それじゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。